こんにちは。皆さんこんにちは。ジャーナルスタンダードのジャーナルジャーニーナビゲーターの村上です。はい、プレスの渡辺です。お願いします。。初めての画角。企画は、はい、タイトルにもある通り、リーバイスを使ったコーディネート、はい、いろんなの、うん、どうぞルックブックですね。即興。即興コーデ。腕の見せどころ。トップバッター。あ、私たちが、はい。しかもちょっともう夏から秋。そうそう。プレステンのブースをお借りして撮ってるので、うんうん、置いてるものは秋冬メインになります。昨日できたブースだからね。はい、みんな初めましてのお洋服がたくさんです。そんな中で即興コーディネートをしますので、はい、お付き合いくださいませ。お付き合いくださいませ。まず、はい、リバイスね。うん。いやもう何回目だろうね、何回目だろう ね毎度本当に人気でね、可愛い、うん、今回ちょっと形がパンツは違うんですよね、うん、結構違うかもね、うんうん、後で見ていただけるんですが、うん、バギーダットの形、うん、ちょっと太いシルエットですよね、うんうん、比較的今までのリーバイスとはなんかちょっとフィット感というか、うん、なんかそのゆるっと感が結構違うよね、うんうん、でサイズも今回はすごい豊富、まあ、もともと豊富なんですけど、うん、23のサイズから、31までご用意がございます。しかも、うん、フルレングスと特別に作ってもらったロングっていうのがあって、はい、本当に長いんですよ。なんでまあすごい折ってもいいし、うん、もうそのズルズルを生かして履いてもよし、うんうんうん、これね、と、はい、こちらの前シーズンすごく人気で、うん、本当に再入荷するたびに速乾、いやそう本当に速乾シリーズのこちらのデニムのシャツ、うん、私も前のシーズン買いました、うん、また秋冬はね全然違うテンションで着ていただけると思うのでぜひ。では早速、はい、私たちからサイズをチョイスしたのは私なんですが、うんうん、はい、ウエスト26の、はい、ロングの方、長い方ね、うん、足がめちゃくちゃ長いから、はい、いやありがとうございます。ロングの方で私は超平均的な足なので、いやいやでも腰が本当に細いから、あ、でもじゃあウエストはちょっと大きめだね、27、うんうん、見えるかな、結構ぐしゃぐしゃにこうギュッと履いてみようかなと思います、うん、私多分ジャストぐらいかな、26だと、うんうん、はい、はい、着たいように着ていきましょう、はい、もうねフリーなんですけどカメラマンはいないので、はい、じゃあこの感じで、はい、これで何合わそうかなって気になるよってやっていきます。お願いします。お願いします何合わそうかな、これね、こういう感じで、うん、可愛いよね、なんか、うん、デニムにね、まあ、こういうのとかね、見えないな、見えない難しいな、そう、こういうのと合わせても可愛いよね、うん、このセルフスタイルおもろい、いけてるカメラマン募集中です。確かにこういうまあちょっと華やかなね、可愛いね、柄とニットとかも可愛いよね、可愛い、でもせっかく秋冬が着れるからこういうのとかも可愛い、着たい、うんうん、私はなんかちょっと可愛らしいアイテム少し合わせ、ちょっとこのフリルがさ、うんうん、これ可愛い ね、うん、なんかノーカラーの、これなんで大好きクロップドタケ、そうそうそう大好きクロップドタケのなんかちょっとこれノーカラーの花柄刺繍が可愛い、うんうんうん、決まりました、あれかあれかな、あれかあれかな着替えてみちゃう、着替えてみよっか、でもこれもいいなって思ったり、あ、それね、グレーサングーさん一押しの、一回着替えよう、はい、オッケー、一回着替えます、一回着替えます、お着替え完了、お着替え完了しました。それさっき見せてたっけ、さっき見せてたよ、あ、見せてたか、はい、ふうなちゃんがもうすごい好きなやつじゃないってそうだそうだ言ってくれたメゾンホテルのちょっとベロアのトップスを合わせました、うんうん、私履いてるのが、サイズ20ウエスト26の、うん、ロングの方履いてるので、うん、結構丈はしっかり長い、やっぱさすがの足の長さやね、です
そうデニム私結構長さが足りないこととかが多いので、うん、もうロングすごい嬉しいです。高身長の方とかは本当にここまで長いズルズルって履けること多分少ないかなと思うので、うんうん、ぜひロングをおすすめします、うん、私26ジャストぐらい、うん、腰結構張ってるのでジャストぐらいなんですけど、でもここも割とすっきりというか、うんうん、綺麗に見える気がするので、あえてもウエスト周りは見せたいなと思って、うん、ちょっとだけクロップド丈のあのジャケットを選びました。全体的にちょっと女の子っぽい格好、うん、はい、そうなんですよ。バギーダットで形自体が割とこうメンズライクかなと思ったので、うん、割と私的には甘め、うんうん、なのでベロア調もちょっと甘いし、刺繍の感じも可愛いなと思って、うんうん、ボタンもちょっとあえて締めてちょっとお嬢さんっぽい感じ、うんうん、今年はなんか秋冬割とヘアバンドだったりとか、うん、なんか小物も充実してて、なのでちょっとこういうリボンモチーフのヘアバンドをちょっと髪の毛のロングヘアを生かしてつけてみました、うんうん、で足元ちょっとローファーと悩んだんですけど、なんかちょっとたゆませる感じで履きたいなと思って、厚みのないあのフラットシューズを合わせて若干あの肌を見せることで抜け感を出しました、うんうん、なんか季節の変わり目とかあんまり普段着ないお洋服とか、うん、ねちょっと挑戦してみたいなと思ったので、まあ、デニムがベーシックなアイテムなので、うんうん、ちょっといつもとは違うようなものを私的には合わせてみました。髪伸びたね。髪はすごい伸びたよね今一瞬回って気になっちゃったいやでもふうなちゃんが長い時よりは短いからあれ目指してます。そうだったっけ、はいはい、あれ目指してる。忘れちゃったけど確かにそんな感じです。はい、じゃあ交代、はい、交代取れるかなはいはい、手ぶれあったらすいません頑張れはい、はい、私が履いてるのは、はい、27フルレングス、うん、丈は細いね。ウエストね、ウエストねで可愛い。普段より3-4サイズぐらい上だから、うん、ちょっと後で寄ってもらうけど結構ぐしゃぐしゃで、うんうん、丈は、ね、フルレングスで本当ちょうどいいぐらい。私は身長162で、うん、本当に普通の足の長さなので、いやいやフルレングスでちょっとたまるぐらい、うんうんうん、でももっとためたいのでロングとかにしても全然いいかも、うんうん、確かにね、今の感じでもちょっと溜まってるけど、うん、もっとロングだともっとダボっとしそうでいいよね、うんうん、確かにロールアップしたりとか、うん、でウエストがね、うんうん、3-4サイズぐらいアップしてるので、うんうん、回ろうか。結構ぐちゃぐちゃに確かに上がってると、うん、ジャストが23か24、うん、でもじゃ本当のジャストは23、ね、23じゃあ4ウエスト上げてる、うん、でもなんか変に1-2個上げてちょっとシワ残ってるかもっていうよりは、うん、もうがっつりサイズ上げちゃってこれぐらいぐっちゃぐちゃにした方が好み、うんうん、なんかあんまり違和感なく大きいサイズを履けるのかなと思います。めっちゃなんかふうなちゃんのイメージある、うん、そうやってウエスト大体こういう感じ。確かに多分通常サイズでも本当にウエストが細くて綺麗だから合うのが少ないとは思うんだけど、なんかメンズの大きい感じとかそういうのを割と履いてるからすごいいつも可愛く履いてるなって。大体でもねレディースも M を買っちゃうことが多い、うん、ジャストじゃなくて、うん、ぐちゃぐちゃに着れるように、じゃあそういう感じでウエスト細い方とかはかあえてね、そうやって履いてもすごい可愛いかも。おすすめのサイズの選び方トップスなんかめっちゃ可愛いんですけど何ですかそれ。これはウエストヤーンプロジェクトのニット、うんうんうん、なんかもう全部斬新で作ってるので、うん、なんか SDGs 的な感じなのと、うんうん、なんかこれレディースでは初めてお取り扱いなんですけど、うん、実はメンズではもう YouTube でも取り上げてて、そうなんだ。なんかその頃から気になってたのがレディースに入るよっていうのと、うんうん、新しい形がポンチョだって聞いて、手広げてみて気になるな。かわいいこの分量感いいですよね、うん、めっちゃかわいい。このズルズルと、うんうんうん、このぐちゃぐちゃと、うん、裾のズルズルのこのズルズルマッチのコーディネート、うんうんうん、なんかズルズルだけどなんかバランスが本当によくって、そうそう、あんまりここ隠すと、うんうん、本当ただのズルズルダボダボになるので、うんうんうん、
ここはしっかり見せて、うんうんうん、あとは全部ズルズルみたいな感じにしてみました、うんうんうん、かわいい。もうポイントは以上になります。以上ですか？待って、本当にカメラアングルが難しい。大丈夫でしょうか？暑い、すごく。あ、そうだ、ちょっと寄ってきてください、はいはい。でしょう。オーライオーライ、はいはい、オープニングで言い忘れていたんですが、はい、みんながこうやって決めてくれるコーディネートをブログでも撮ってて、うんうん、あ、いいね、私たちのプラス何名かして20人スナップのブログが上がるので概要欄から。サイズも様々の、サイズも様々、身長様々、うんうん、合わせ様々、ね、ぜひチェックしてください。私も楽しみ。プレステン今日はね、ブース使わせてもらったんですけど、うんうん、プレステンの動画は来月上がるので、はい、また別途ね、そちらで、はい、秋冬チェックしてください、はい、してください。以上。以上、はい、はい、では私たちも撮影に向かいましょう。はい、向かいましょう。ありがとうございます。カメラありがとうございます。はい、おはようございます。おはようございます。朝も朝から本日もありがとうございます、はい、朝です。出勤してすぐです。自己紹介をお願いします。はい、ジャーナルの MD のサングです。お願いします。今日は、はい、リーバイスのコーディネートを組んでくださいとお伝えしていたんですが、うん、サングーさんにお願いしたいサイズは、うん、はい、こちら、はい、25のロング、ロング大きめ、今までの 90s とかオリジナルより大きめというか、形がね、バギーパンツなんですよ。元が太いんですね。そう、すごいオリジナルでいっぱいあるんで、秋のおすすめ。いいですね、さすが。着ていい。お願いします。声が出るんですか？声出ますよ。なんか推しがあったら教えてくださいね。どうしよう。なんかやっぱポロのニットも一押しだし。それかわいいです。かわいいよね、これちっちゃいんですよ、うん、ちょっとなんか開けてバンドゥとかで早い時期は ね、ヘルシーに着るのもいいなとか。これも絶対買おうって思ってる、キラキラ。え、これオリジナルですか？これでもいいよね。オリジナルです。これもいいなとか、うん、これも買おうかなって思ってるジャケットも、ここのワンラックだけでも買い物。今年は絶対にレザーが欲しくて、おこのディスプレイが着てるやつめっちゃおすすめ。村上さんもこの前さ、インスタに載せてくれてたよね。これにしようかな。デニムにレザーかわいい。でもいいかな。うんうん。したらさっきのポロだとちょっと渋くなるから、うん、かわいい感じでアンサンブルのニットとかに、うんうんうん、これにしようかな。じゃあ着替えてみますか。着てきます。お願いします。はい、完成です。かわいい。かわいい。私も好み。あ、結構茶系が ね、 ね、気になるから。気になりますよね、今シーズン茶色、うんうん、私の欲しいものの詰め合わせです。ただ村上ちゃんにファーが熱いので取れと言われて取りました。これ、ね、これ本当は首につけれるんですけど、こうやって取り外しができるやつなんですが、まあ、確かに早い時期だったらファーはまだつけないかもね。このファーがデザイナーとのこだわりで、黒とブラウンミックスされてるファーなの、うん、いい。1個ずつ個体差はある感じになると思うんですけど、うんうん、でもその1個1個のこの風合いの感じが可愛い、うんうん、結構こうベーシックな太いデニムなので、うん、ちょっとトレンド感ある素材のレザーと、うん、このニットも今シーズントレンドのタイトめなアンサンブルなニット、うんうん、下にボリュームが出る分上を割とスッキリ、ちょっとトレンドをミックスした着こなしで、やっぱり茶色が今年はすごく気になるので、ブラウンをベースにグラデーションで着てみました。かわいいコーディネートね。え、丈が長めなので折るか悩んだんですが、私は今あえてヒールで合わせてグシュッと、うんうん、ダボと裾にたまる感じがめっちゃかわいいですね。かわいい、こなれ感出ていいですね。ノマディスのちょっとパフッとしたナイロン素材のバッグも、バイヤー一押しのニューアイテム。デニムがベーシックなアイテムだから、うん、こういうトレンドものとかちょっと合わせていきたいです ね、うん、レザーにレザーだと結構重くなっちゃうので、うんうん、ちょっとバッグだけ軽さを出して、はい、中の色と合わせてみました。これ中もぜひ見てほしい。中のちょっとコンパクトめ見たいかも、うん、レザーの可愛さもぜひ見てほしいんですが、こんな感じです。割とコンパクトなんですけど、袖は結構しっかりあるな、うん。でこれ2枚セットで、もともとセットで売ってるんだ。そうなんですよ。なんで、まあ、中のクルーネックだけでも使えますし、うんうん、このカーデだけでも使えて、それ嬉しい。いいですよね、うん、ですっごく肌触りも良くて着心地もいいので、うんうん、アンサンブルで1個ずつ買うの結構
なかなかね、うん、そんなに買えない、どっちかにしちゃいがちですよね。そうで2個で結構お買い得なお値段なので、ちょっとこういうなんかアンサンブルの感じ今年とても流行っているので、うんうん、すごく取り入れやすいかなと思います。すごいでもシャレ感が出ますよ ね。しかもこの色良くないですか。いい、ね、キャメル、そういつも私グレーとか黒買っちゃうんですけど、確かに今年はこのキャメルがすごいいいなと思って、インナーとかにもね、ジャケット着ても可愛いし、いろいろ使えるかなと思ってます。ではこのままブログの撮影が待っておりますので、はい、はい、上ね、はい、移動してください。行ってきます。ありがとうございます。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。先自己紹介しとこうか。はい、表参道店の森田と申します。お願いします。お願いします。めっちゃ久々よね。めっちゃくちゃ久しぶりです。いつだろう、ね、ヶ月ぶりぐらいになります。今日は、はい、あのリーバイスのね、はい、パンツでコーディネート組んでほしくって、はい、ゆらちゃんに着てほしいのは、はい、よおこちら、はい、ありがとうございます。ウエスト30のロングの方、はい、なので、はい、結構ダボっとゆったりの、結構ダボっとしてますね、うん、ゆらちゃんって何系の服が得意なの。私はでも古着とかも好きなので、うんうん、デニムはすごい履きます。はい、じゃあリーバイスとか超いいね。リーバイス大好きです、うん、あの前回の別注のやつも持ってます、うんうん、あ、いいね、はい、私も持ってます。持ってますか。どう気になるのは。気になるのもう全部可愛くて気になるんですけど、なんかすっごい今あの幸せでした。でもこれとかもすっごい可愛いですね。キラキラも好きなのね。キラキラも好きです。キララメ系とかもすごい好きで可愛い。こういうのもいいね。こういう感じでもいいですね、うん、ちょっと気になったのがこのベロアのジャケット、これもめちゃくちゃ可愛いって思いました。結構短い丈で作ってるのね、はい、早く着たいですね。まだまだ秋始まってからね。まだ、はい、まだ夏も始まってないですもんね。確かに確かにね、なんかこう感覚がおかしくなるけど、はい、まだ夏始まってないね。まだこれからです。どう固まってきそう、コーディネート。そうですね。気になるのはいくつか。気になるのは何点かあります、うん、内緒のまま着替えちゃう。そうですね。じゃあ変身していきたいと思います。では変身お願いします。はい、行ってまいります。いってらっしゃい。はい、お着替え完了。完了しました。それさ、はい、全然触れてなかった。え、そうなんですよ。よね、はい、実は一番気になったものをのめちゃくちゃ可愛いです。ポコポコしてて、ポコポコしてて色もたくさん入ってて、こういうちょっとカラフルなのが好きなの、はいはい、大好きです。色物も好きです。うん、これはタンクトップと重ね着してる。え、ボレロっぽい感じの。そうです、重ね着なの。重ね着で着てます、うんうん、デニムともすごい合いますよね。これめっちゃいい組み合わせだね。めちゃくちゃ可愛いですよね。パンツってさ、サイズ感どう、はい、裾はヒール履いてズルズルだね。ズルな感じなんですけど、うんうん、割とカジュアルなのでこういう感じでヒール合わせたりするの、うんうん、可愛いかな。だってシューズもシルバーでちょっとキラッとさしてるんだね、はい、そうなんですよ。ちなみにさ、普段デニム履くなら何インチ、はい、普段デニム履くなら26、7ぐらいで履いてたんですけど、うんうん、ここ最近は丈長めでズルって履くのが好きなので、おこの前買ったデニムは28ぐらいの買いました、うん、へえ、じゃあ結構ズルっとで履いてるね。結構本当にズルっと履いてます。なんか全然ズルっとでスニーカー合わせちゃって、うんうん、こう引きずる感じも、うんうん、あの好きなので、そういう感じでも履いたりしたら可愛いですよね。ウエストは本当にブカブカなので、うんうんうん、ベルトはマストでグッと持ってきて、うんうん、もう自分であえてこうタック作ったりしても可愛いです、うんうん、では、はい、以上、はい、今日このまま、はい、あのブログの撮影もあるから、はい、移動で移動してきます、うん、行ってらっしゃい。行ってきます。おはようございます。おはようございます、はい、
自己紹介お願いします。はい、ウェブビジュアルコーディネーターの田原です。 EC の女です。はい、お願いします。今日は2人にはリーバイスのコーディネートを組んでもらいたく、はい、じゃんどっち24朝さん、26オンさんで、はいはい、okay、用意してみました。はい、24のフル、フル、26のフル、フル、うん、コーディネートお願いします。はい、お願いします。何でもいい、何でもいいよ、何でもいいけど、めっちゃ優しいよ。いいかもね、私も朝ちゃんの。いや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 。なんでなんでなんでおかしくない？おかしいおかしいおかしい。普通こうだよね。じゃあ1を自分で考える。うん、で1を考える。はい、よーい、スタート。スタート。なんでもいいよね。これはなんでもいいんや。なんでもいいよ。そういう帽子いいかもね。なんかいつもカジュアルのさ、キャストが、うん、絶対似合う。え、今日メガネは何？ね、すいません、今日撮影って思ってたんですけどね、ガチメガネできちゃいました。珍しい、コンタクトなくて今珍しい、頼んでまして。え、もうやばい、今年のヤンヤン可愛すぎる。好きそうね、好きな色。オンさん、これは私が大好きそう。可愛いと思った。え、マジ？でも一枚じゃ着れないよ、何かに着るな、いけそう。めっちゃイメチェンじゃない？うん、これ1にしてジャケットとかねえ、かわいいかも。かわいい、じゃあそうする。え、はやはやはやちょっともうちょっと悩もうよ。私は考える。もうちょっと悩もうよ。そのパフパフのベストも何これ注目、韓国のロークらしい。これ配色サイコロで決めてるらしいよ。サイコロ参加したい。サイコロで振って参加するとかできるのかな。これかわいい、これ気になってるの。これいけそうじゃない？全然。あの腕、え、かわいい。腕 NG だから、うん、なんか、なんか着て、そう、なんか着て、うん、かわいい、T シャツとか、うん、めっちゃいい。二人とも着てそうだね。好き。ふなも似たの今着てるし、うん、映ってる？いい感じ。こういうのなんかちょっと気分だもんね。かわいい、うん、かわいい。候補？候補、うん、候補。いいかも、いいかも。めっちゃかわいいかも。かわいい。待って、上、え、行っちゃう？それめっちゃ惜しい、めっちゃ惜しい、めっちゃ惜しい。え、着てみてほしいかも。ヤンヤン、何着きをした？いいんじゃない？うん、ジャケット着る、うんうんうん、上から羽織る方が良さそう。え、めっちゃ可愛い、それ着てほしい。それにジャケット、いけるいける。後ろだってリボンやし、うん、めっちゃ可愛いやん。うん、着たかったけど大丈夫。え、譲るよ。いい、大丈夫大丈夫。いいよ、いや、いいよいいよ。オンさんのイメチェン企画やから。急にイメージが急くなったわ。一回着てみようか、うんうん、一回着てみよう。モンサどこ行った？キッティング。あっち、うん、よし、じゃんじゃん。めっちゃいいよ。結構イメチェンできたんじゃない？結構イメチェンしました、うん、いいイメチェン。なんかもうほぼみんなに決めてもらいました、うんうん、言っちゃってる。でもちょっとデニムはいつも通りね、うん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 、感じ。ちょっと今っぽくオーバーサイズで、うん、私が喋っちゃってる。ありがとうありがとう。朝ちゃんが言ってる通り、本当にジャケットとデニムは普段通りだけど、うんうん、多分この中に着てるヤンヤンのこれ、ね、ニットキャミ、まあ、もうほぼ村上さんと田原さんが決めてくれました。初挑戦に近いよね、はい、こういうの。あとなんかこういうシューズね。そう、なんかこのメッシュがすごい柔らかいから、うん、すごい履きやすい。そう、ずるっとデニムがルーズな感じなので、うん、そうそう、好き。可愛らしくなりすぎずに履けるよ、うんうん、履けます。今までにない女です、うん、いいと思う。みなみな様のおかげですね。みなみな様のみなみな様のみなみな様のみんなのおかげで新しい自分を見つけられました。でまあ一人じゃできないから、そういうのね。確かにね、はい、人に聞いて、はい、人の真似をして、うん、イメチェン成功ね。変わったね。リーバイスなんだけどね。ブログの撮影があるので移動していただいて。いってらっしゃい。いってらっしゃい。はい。じゃん。イメチェン。イメチェンかな。イメチェンではない。24のフルを履いてみました。戻した。このまんま企画を戻した。丈は24のフルやったら全然高さがあるけど、靴が、うんうん、でも
多分ペタンコでもいけそうな感じですね。ペタンコでズルズルで良さそう、うん、この辺が結構でも締まってるから、うん、なんかレディーには着やすいサイズ感ね、うんうんうん、めっちゃエドナ、うん、エドナの、キャミソール、これ手編みなんだって。へー、すごいよ、めっちゃ可愛い。これ一色一色も染めてるね、色のセンスが抜群なニットブランドですね、うんうん、おばあちゃんに教えてもらってんて。すごいね。なんか8月とかちょっと秋物着たいけど、うん、暑いなって時にちょうどいい、うんうん、今年もなんかね、なかなか気温は下がりきらなそうだから、ね、そうなんや。9月とかもこんな感じで着れたら可愛いかも、うん、がいいと思う、うんうん、なんで小物はちょっとブラックで締めた感じ、ほっこりにならないようにレザーで締めて、ちょっとモードになるようなイメージです、うんうん、ヨーロッパとかこんな感じ多くない？ヨーロッパの子。わかんないわ。ヨーロッパ行ったことないな。私もない。今年はルーズだね、絶対に。そうだね、うん、結構あのセレクトも、うん、オリジナルもデニムのバリエーションがすごいけど、うん、割とズール、うん、ズール割とズールかもしれないな感じです。はい、以上。はい、じゃあ2人出る？あ、そうしよう、そうしよう。2人でブログの撮影に、はい、すごい、キャミキャミ。あ、キャミキャミでも、ね、あの秋の始まりってニットキャミ多いかもね、うんうん、着やすいかも、うんうん、いつものプラス季節感を取り入れつつ、ね、うんうん、かわいい、めっちゃいいね。どこでも喋らないやつ。何女さん、ね、出てきただけ。いいね、いいよね。はい、じゃあブログの撮影行ってらっしゃい。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。前回の推し活以来ですね。はい、よもぎ蒸しと推し活と、そうだ韓国料理と。美味しかったですね。はい、コメントもありがとうございました。 ありがとうございました。皆様、はい、ジャーナルスタンダードの杉崎と申します。よろしくお願いします。では今日杉崎さんに組んでいただきたいリーバイスのサイズ、こちらです。はい、リーバイス可愛いですよね。そう、今回のもめっちゃ可愛いです。23インチ、はい、ロングです。結構長いけど、え、そうなんですよ。履けるか不安です。だって身長何センチでしたっけ？148センチです。いけるのだろうか。いけるかな。当てた感じ、ベアぐらいの感じがするんですけど。確かに。ちょっと結構長くて。どう履きこなしてくれるのか。ちょっと履きこなせるか不安ですが。かわいいね。かわいいの多い。しかもなんか秋冬に着るそういうレースものも。ね、レースも可愛いですよね、うんうん、まだ夏もこれから本番なのにもう、え、本当にね、欲しいものはここら辺はなんかモノトーンっぽくて好きなラック、うん、あ、確かにそうかも。イメージのあるラック、可愛いです。おお、キラキラ、可愛いね。これもそうなんですけど、なんか私暑いのか寒いのかどっちみたいな服好きなんです。一枚で絶対着れないじゃんみたいなものにすごい惹かれちゃうんですけど。あ、でもこれにしよう。良さそう、良さそう。あ、靴も選んでいい。靴も選んでください。でも絶対ちょっとヒール履きたいなっていう感じ。そりゃそうですよね。何センチだろう。6センチぐらいかな。かぶる。だいたいこれ持ってフィッティングルームへお願いします。はい、着てみます。いってきます。着てみました。いつもとちょっと雰囲気違う気がする。はい、モノトーン多めが好きなんですけど、うん、このトップスがやっぱ結構着映えトップスで、うん、ちょっとグレー基調なので、うん、なんかもう少し柔らかい感じに、ちょっとなんだ、無彩色コーデ、無彩色コーデ、はい、やってみました。小物も合わせてグレーに。ちなみにパンツの丈全然いけてると思うの、私だけ。そう、当てた時はレアかなみたいなぐらいの丈感だったんですけど、うん、実際23インチの
ロング今履いてみて、うん、ウエストはベルトしなくても止まるぐらいの丈は長いんですけど、ヒール履けばちゃんと止まる。なんか横向くとよくわかるんですけど、うん、はい、たぼり具合、いいですよね。たまり具合がすっごい可愛いですね。あ、いけてますか？大丈夫ですか？そう、裾ついてないんです。可愛い。もう折っても可愛いかなと思うんですけど、うんうん、あえてちょっと折らずにダボっとした感じで、うん、なんか膝下も楽しめそうなデニムで可愛いなと思います。 T シャツ型ブラウスみたい な、うん、なんかニュアンスかなと思うんですけど、うん、でもめっちゃ気軽に着れそうじゃないですか、うんうん、なんかやっぱ形がビッグ T みたいな感じなので、うん、ジャーナル好きとしてはビッグ T は着慣れてる、うん、形なので、うん、抵抗はなくさらっと切れました。透け感もあるけどないですかね。スパンコールもね、つめつめにびっしり大人の女性が着やすい、ね、着やすい感じで、うん、最初気づかなかったんですけど背中もすごい可愛かったです。本当だ、さりげなく、なんかさりげなく細く深く細く深く細く深く入ってる。このデニムはめっちゃ万能かなと思いました。もちろんオールシーズン着れるし、ドレッシーな感じで合わせても、うんうん、外しで着れるし、ちょっと私の身長だとスニーカーとかで履くってなったらちょっとロールアップした方が可愛いかもなんですけど、うんうんうん、まあ、折ればいいので。とあともう一つ短いフルレングスの方があるので、うんうん、あ、そっか、そっちとかにしたらスニーカーでもいいかも。でもなんかロングの感じ好きかもです。ね、このズルズルが可愛いです。この感じ、たまる感じが、うん、でも切らなくていいのいいですよね、うんうん、切らないで楽しめそう。デニムとかは傷んじゃえば、うん、その時に切るのがいいですよね、うん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 、いいと思います。めっちゃいいめっちゃいいデニムの着こなしでした。ちょっと欲しいです、これも。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ではこのままあのブログの撮影の方に行っていただくので、はい、移動をお願いします。あ、もう行く、うん、もう今から行く。さよなら。はい行ってらっしゃい。ありがとうございました。ありがとうございます。